人で遊べるかな。2人同時用で遊べないよ。遊ぼうよ。いいじゃん、キッチンか。じゃあね、あのゲームキャスター、うん、コントローラーがね、ゲームになっているね、日本キャスターがあるんでやっていきます。あ、これで動かすんだっけ。そう、これで A と B とかで、あ、ここだ。1番、ここの青色の部分ですね、そこの部分で横、あ、横ね。で、A で高さ、え、横、上、で最後に A。 いいぞ。いいよ、頑張れ。あれ、これ以上動かないんだよ。あ、行き過ぎたんだよ。あの、左を狙うんだよ。そうなの。ちょっと離しちゃった。離してない。じゃあ奥、じゃあ行かないんだよ。じゃあ、あの、右は狙えないな。うん、じゃあ、しーちゃん次やってみよう。いくよ。キミ落ち込んだの。よしよしよし。いやもうやだ。ちょんねいいね。ちょんねいいね。横から見れば、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。いいよ、めっちゃいい。とりあえず穴に入れたいね。いいよ、めっちゃいいよ。都会で撮りたい。おお、いいじゃん。もうチョンですね。うん、チョンだよ、チョン。あ、じゃあ本当にあっち側だけでいいんだね、ね、引っ掛けるんだ。いきます。応援してんの。あ、バッチリ。あ、危ない危ない危ない。あ、入った。お、最強じゃん。ほい、おお、やばい、来ちゃう。すごい、押せるかな。めっちゃ来たよ。あと2回か。ちょんちょんでよくないね。頑張る、うん、頑張るんだよ。わかる。通り見でゲームしようね。パパ、パパも。え。あ、でも、でも押しちゃうかも。いいかも。逆にいいかも。あ、押してくれ。よ。あ、やばい、手前か。いや、あ、ぶつかった。あと1回で取れるはずだったのに。あと、うん、あと2回ぐらいか。もう500円じゃなくていける気がする。1回いけるばよかった。うん、でもリミはいつも最後を決めてきた。横から見るんだ。おー、これなんか取りやすそう。これめっちゃ面白い。これどうすればいいの。あの軸に当たったら最高だ。なんで、あれ攻めます。攻める。頑張れ、ラスト1回だ、ね、ここをめっちゃ攻める。これがいいと。本当、あ、やばい、いいかも。ほら、やばい、入った。攻めたよ。来い。あ、あれ、これ意外といけるな。で、これを早速売りに行こう。やだよ。やった。じゃあゲーム。これもやろうよ。ネットも取んないとできない。できないから。やばい。え、こっちも嬉しいね。ジルダも欲しい。ジルダあるから。わかんない。これ何が入ってるかわかんないやつだから。行くよ。うん、頑張れ。だいぶずれた。あ、あれだね、手を離してからちょっと左行くんだ。奥だね。うん、この奥しかない。そうだね。おいしょー。ずれたよ、ごめんなさい。本当これ狙うことなのにずれちゃったの。うん、リミ頑張れ。うん、見える。リミ見える、これ。うん、左押して上を押すんだ。頑張れ。いいよ。あ、いいよいいよいいよ。あ、じゃあ、あの奥だね。めっちゃいいよ、リミ。めっちゃいいよ、ここで行くのか。今だ。あ、いいんじゃない。入った。すごいじゃん。すごいじゃん。もう、なんだろう、もう、開けてみよう。何がある。
あ、F1 レース。 F1 レースだ。知ってる？チョパが小学生の時だ。車走るやつ。しーちゃんはマリオカートみたいな感じ。うん、マリオカートのしょぼいやつ。そりゃしょぼいよ。ファミコンだもん。もう一回する？もう一回するの？いいよ。今日は私お母さんみたいな。いいよいいよいいよ。ね、めめすごい子じゃん、耳。え、これいいよ。抱っこしてたらあそこで歌おうと思ったんですよ。見える？パパ抱っこしたんですか？大丈夫。ほんと？お、来た。これ来たっぽい。これ、なかなかだ。もう、コツつかんだね。ね、めっちゃコツつかんでる。なんだろう、次。すごいビリビリえ、しょぼいやつ？いい？せーの。あ、これね、いいかもしれない。これ二人でできる。待って、しずかちゃん、変な顔。しずかちゃん、変な顔。昔だから。あ、ドラえもんかわいい。顔大きい。かわいくない？このゲームの音楽もまだ覚えてる。いくの？歌って。やった。トゥ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 っていう、トゥ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 、洞窟の音楽がすごいかっこいい。かっこいいんだ。いいね。うん、全然変わらないんだけど見える？これはいいでしょう。どうかな。よいしょ。おうまいね。見てすごいね。見よう見よう。なんだろうね。楽しいやつがいいよ。ね、楽しいやつがいいよ。楽しいやつって何？マリオカートね。マリオカート。ファミコンでマリオカートって。ないよね。スーパーマリオブラザーいい。うん、冒険一緒だ。高橋さん、うん、懐かしいやつや。これね、マリオみたいな。マリオのパクリみたいな。パクリ。パクリ。リミのこの百発百中どこまで行くのか番外編です。また行った。熱くない？どこだった？お店の人に言ったら大丈夫。怒ってはないね。なんか、うん、なんていうんだろう、分かった。引っかかっちゃった。うん、おお、いいよ。やっぱり来た。来ちゃったじゃん。本当にドラゴンクエスト来ちゃった。本当に来ちゃったよ。やば。やばい、同じ。やばい。来た。やば。来た。来た。パパ嬉しい。これを狙ってました。超大当たり。リミすごいじゃん、リミ。前あのさ、マクドナルドのやつとマクドナルド。この前。マクドナルドのさゆちゃん、やった。ポップ超嬉しい。やったね。本当にドラクエ4があると。ここに入ってるんだね。ね、ここに出てるの入ってなさそうと思ったけどね。ね、本当に入ってた。ちょっと今日やろっか。じゃあ夏休みはこれで過ごそう。これで過ごそう。スイッチもやるけどね。ちょっと次これさ、さゆちゃんのパパ多分喜ぶやつ。ゲーム好きだから多分持ってるよ。ファミコン？うん。多分。私じゃこれやってあげる。でも何が出るか分からない。これ。見て。いい？こっちで。スイッチみたいな。え？え、何これ？あ、そういうこと？あ、これで動かすんだ。すごい。すごい。これが横だ。あ、動いた。え、これで終わり？使い方をまず覚えてからって書いてあったね。惜しい。あ、めっちゃ惜しい。惜しい。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回、もう一回、もう一回。あ、しかも袋が出てきた。動く？あ、いいんじゃない？うまい。うまい。うまい。得意だね、これ。リミやってみる。どうやって動かすの？これ。しーちゃん、どうやって動かすの？こっちが、こっちが、こう行って、で、奥、こう。あ、左と上か。そう。面白いね、ここ。すごい。
リールあれ飛ばしちゃった。あ、じゃあもう奥の奥さん見える？見えるか。あー、奥すぎたかな。あー、惜しい。めっちゃ惜しい。コントローラーファミコンなんですよ。へー、あ、そうなんだ。すごい。何かな。赤い、なんだろう。忍者くん的な。知らねえ。知らねえ。知らねえ。知らない。超レアじゃない。グミペア。サンジーラおやつだ。